片岡玉子は、昭和から、平成時代にかけて活躍した日本画家である。日本芸術院会員、文化功労者、文化組賞受賞者。現在の北海道札幌市東区出身。1926年、女子美術専門学校日本画家高等科卒業。卒業後は、神奈川県の横浜市大岡神城、高等小学校に勤めながら、創作を続ける。 画家志望に反対する両親から感動されながら、画業を進めるが定点には3度落選。しかし1930年、第17回引店に、ビワで、初入選。さらに1933年の引店にも、入選するが、その後は何回もの落選を経験し、落選の神様と呼ばれた時期もあった。しかしその後は1939年の第26回引店に、 緑院が入選支援ともに、推挙されて、以後は毎回入選するようになる。1955年に、横浜市立大岡小学校を、以岸退職し、女子美術大学日本画家専任講師となる。1960年に助教授、1965年には、教授となる。1966年に、愛知県立芸術大学が開校、日本画家主任教授。 1973年より、客員教授。その型破りな構成と、大胆な色使いから、一部の人々からその画風は、下手者とまで呼ばれて思い悩むが、小林古径は、今のあなたの絵は下手者に違いないが、下手者と本物は紙人への差が、あなたの絵を絶対に変えてはいけない、と励ました。玉子は美しく描くことが全てではないと信じ、 自身の信念に従った創作を続け、やがて従来の日本画の概念を揺るがすような力強い表現を確立した。面構え、富士山シリーズでは特に高い評価を受ける。1982年からは、ラフのポーズシリーズにも取り組む。また、歌舞伎役者の四代目、中村若衛門と交流があり、有名な女六の揚げ巻きの打ちかけの墨絵も手掛けている。 1976年君三等随法賞を受賞。1982年には日本芸術委員会員に選ばれ、1986年には文化功労者として検証された。1989年には文化勲章賞を受賞。女性画家として上村初演小倉由紀に次いで三人目の受賞であり、日本最大女流画家と称されることもある。 100歳を迎えてから脳梗塞に倒れたが療養に勤めながら現役を続けていた。2008年1月16日21時55分に急性心不全のため神奈川県藤沢市内の病院で死去。103歳没、のぶ13位。生涯独身を通していた。ありがとうございます。